はい、お疲れ。お疲れ。疲れてる？今日早いでしょ、まだ。早いね。9時半、はい。9時半。早く、いいよね、やれれば。はい。どうなの？ポリープ。ポリープ取ってきました。麻酔して。全然元気っすね。お前、気合が違うな。気合が違う、皆さん。今日、全身麻酔をやって、4時に退院して、ここです。褒めてください。褒めてあげて、みんな。気合が違う。今の医学はすごいな。すごいですね。本当。まあ、麻酔にも種類があるんだけどな。本当に麻酔だったのって言われるでしょ。全然そう。早い人だったら終わって2分とかで起きちゃうんですって。マジ？まあ、でも。起こされるの？多いな。いや、もう抜ける。まあ、だから医学だよね、それもね。医学はすごい。うん、まあ、無事ならいいね。何もなければ。はい。2日目終わりましたよ。酒井強いな。強いっすね。強いっす。当たったけど喜べない。安かったけどね。ちょっとね。慎太郎の番手の仕事をかいくぐって頭ですよ。吉田優輝もさ、なんだこいつ。行かれちゃってさ、なんだろ後ろ見んの。意味わかんない。誰来るんだよ、だってあと。これがわかんないよ。和田まくるが何叩いてくんの来ないでしょう。誰か教えてやってくれよ、本当に。ねえ、まあなんかいろいろあったな、今日もな。谷口最終の、これさ、Facebook で156撮ったって言ってた友達がいたね。変えんのかな。練習仲間浅井とグランプリ2つ撮ってる浅井。ね。もちろん同県で何着でもいい優秀戦ね、はい、それであれやる？やんないっす。浅井の威厳はどこにあるんだよ。本当に練習一緒にやってんでしょ。どこにあんの浅井の、そのなんかこう浅井を象徴とはしてないの。練習シンボルでしょ、はい、四日市の、はい、あれやるかな。やんないっす。ありえないっす。じゃあ嘘にも宿口だよね、はい、もし平原コータ連れてあのメンバーで、はい、4番で取って流れ込む？九州戦で流れ込む。ふざけんなよガキ、マジで。103期もう頭引っ叩いてやるんだな、本当だ、こういうのな。流れ込みだよ、はい、浅井もいなくなっちゃうぞ、途中道中な。まあ、わかんねえな、あと郡司な。郡司はよくわかんないですね。なんであそこ、小松崎、成田が行っちゃって雄太を迎え入れんだろうね、はい、画面から消えるって一回、はい、軍事、はい、いなくなるの、はい、で俺はもうみんなお客さん3人さん買ってるけど、はい、3人が中心だから、はい、一瞬ってなっちゃってみんなね、はいはい、画面から消えて追いかけるも間に合わず、はい、危うく26ですよ。まあやめてほしいよねマジで本当に、はい、まああとはね新田雄大、まあ、怪我明けというのもあるけど、俺も怪我をする前から、俺は落ち込んでると思ってた。もうずっと言ってるしね、それはね。まあちょっと、なんかもう終わり気味な感じがするね。そうっすね。うん。俺は選手として、大がつくこと嫌いなんですよ。はい。新田は。はい。なんか浅井コートとか昔、平原コートの敵だった時にね。はい。まあやり合ってる頃。はい。なんかね、浅井コータにはね、アンチテーゼみたいなの感じた。要するにこう、アンチってさ、好きの裏返し、はいはい、であるでしょ、はい、そういうのがあったよな、浅井には、はい、新田にはそれが全くないよ。本当に、はい、あ、なんかこいつこの走り、まあ、納得できないっていうね。まあ、大きい舞台でラインを連れてくる競争やってないでしょ。やってないっす全然、はい、まあ、川崎が取ったタイトルだって逃げたくじゃね、はい、別にな、バッチリ、はいはい、まあこのままね、まあ黙っていてほしいね、うん、俺はもうとりあえずもういいのかなと思います。もう俺はいいと思うよ。やっぱりバンバン逃げてきてないし、はい、一問音も取れないし、はい、この手のタイプはこうなると早いでしょ。早いです。結構期間するのですわ。まあだからさっきも俺言ったけどさ、あれ翼が前取るでしょ、うん、で、町田が真ん中じゃん、はい、太田が町田を抑えに来た時に町田が下げるからあれでしょ、はい、太田のところで並走してれば太田9じゃない、もしかしたら、は
それが筋だよね、普通だったらね。はい、で、太田も下げられたらじゃあ行かないよってなるでしょ、はい、で、翼は町田が下げたのを気づいてか気づかずか、まあ、ああいう性格だから、不思議スイッチ入って、はい、行っちゃうみたいな。はい、まあ、迷惑だよな。清水が一番びっくりじゃないの。いや、びっくりしてるな。なんだこれって。はい、北鶴の先行かよ。はい、考えらんねえな。まあ、難しかった。一日をね、振り返ってくれっていう視聴者さんがいました。今日はね、6レース当たりです。石原、神奈川。7レース当たりです。酒井、陽、佐藤慎太郎。で、9レースの吉田拓也、鈴木よし、これも当たり。で、11レース、6番、小松崎海太が2、3、成田、郡司当たりです。4つで、1日、お客さんにはなかなか納得してもらえないけど、難しかったな。うん、難しいっすね。うん、まあ、仕方がないよな。G1 だからな。明日、まあ、あんまりね、時間をかけるのもどうかと思うんだけど、まあ、一応ね、負け戦の6レース。よいしょ。はい。これいきましょう、6レースね。町田、鹿島2番4番、杉森1人5番ね、野原みなみさんに、佐々木雄一だ、936だ、深谷に松田に大原大輝17パト。まあもうさ、これ悪口とかじゃないよ、もう選手やめてほしいな、うん、やめてほしい、本当に深谷、はい、いやもうなんかね、それぐらいもう嫌悪感しかない、もうなめんじゃねえよって感じ、お客を、はい、ね、うん、まあ師匠も昔から何も言ってこなかった、周りもチヤホヤする、車買って調子乗る、うん、ね、もう誰も何も言わないわけだよ周りが、やばいっす、もう昔からだよ、はい、で、もともと良くないじゃん、はい、良くなくて何も言われてないからこうなっちゃう、はい、みんな、はい、誰も、まあ、みんな周り悪いよ、はい、先輩方々もな、ひどすぎるよ、うん、毎日毎日で、今日も中途半端に切ろうとしたら突っ張られて、うん、で明日はさ、もうこれダメだな、野原。今日も粘ったぞ、あんなとこで。よっぽど自信がないんだよ。はいはい、あれやるってことは、はい。ね。で、逃げる気力は当然ない。明日は町田相手にね。さあ、深谷が、これ、町田とね、戦うかどうかだよ。はい、3日目、塚がお客を裏切る。ね。塚だけじゃないよ。もう裏切りっぱなし。ずっと。ね。浅井だけでいい思いしてんの。はい、本当に。まあ、町田が自分の仕掛けができたときに、おそらくこうなるでしょ、残り1周。うん、前飛んじゃないの、どうせ、深谷が。まあ、いや、それ絶対飛びます、ね、はい。で、シャバン的にどうなの、町田が真ん中なの、深谷前、町田真ん中。で、936で切って、245ドカーンっていったときに、まあ、こうなるか残り1周、それか杉森がこうだな、はい、まあどうなんだろうな、そこで深谷がかまされちゃう、あ、深谷が前取って町田に逃げられちゃう、うん、7番手苦しいよね、はい、相当、はい、動きを見てると、はい、で、まあ野原もどうなんだろうな、町田もな、まだバッチリ強くなって深谷を破るっていう確信もないけども、まあ、まだ伸びしろ当然あるよね、町田。でも一回なんかちょっと落ち着いちゃいましたよね。そう、出始めの時の方が強かったなと思う。12場所、直近12場所、はい、バック35本とかあった、はい、そうだな、それはちょっと少しあれだな、考えなきゃいけないな、はい、まあ深谷が今日、あ、明日ね、もし町田とぶつかり合うようなことがあった時は深谷が意地見せてね、はい、まあ、野原にも一発のチャンスがあるのかな、うん、ただあれだよな、深谷が前で下げてかましていくときにちょっと不安だな、不安です、まさに、はい、ハマりもあるだ、はい、町田の、はい、あるだろ、あります、はい、2112ね、まあありえるよな、はい、これはで、まあ野原はほら出来が良くないんだけども、まあここがあんま進まないじゃん、はい、これ初日食えないでしょ、はい、食えないです、町田は4着だよな、はい、鹿島は今日伸びなかったけど、杉森今日
今日なんで伸びないんだろうな。俺なんで伸びないのか分かんなかったっす。まあ神山拓也も、まあ、もちろん決して弱くないんだけど、はい、昨日言ったように頭取れてないからな、はい、最近な、はい、まあ明日はでも永遠なく踏めるよ、はい、2-4 の後ろに言えば穴目だ、はい、で深谷の勝ち目はどこにあるの編集長。勝ち目明日でもその、まあ、昨日今日がそうですけど、うん、あれが決まっちゃう時があるじゃないですか。なんか前取ってガーッと引いて最後わーって、うん、たまに見せられるダービーの最終日です。そう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 、だからそう、そのなんかなマジックだな。あれが頭に残っちゃうから、はい、だから吉岡さんをさ、まあ晩年ね弱くなってる頃も買っちゃった俺がいたよ一緒、はいはい、ああやっぱ残っちゃうんだよ負けときまくりは、はいはい、まあこうなった時にすかさず巻き返すと後ろが危ない気がする。俺はね、お待ちだ。深谷が男を見せるね、お客さんにしっかり気持ちを見せるね、叩いていけばハマっちゃう可能性、力勝負2-1、1-2で、あとは調子良くないけど野原、まあ2-4の3番手があった時、まるで4番手の時に勝つのが進まないから野原が伸びてくる、はい、で3番手から明日は遠慮なく踏むぞ、うん、杉森、はい、2-5-5にで歌手の3着に入れてっていう、はい、まあそうだな、町田しかねえだろう解明、これ杉森穴でいっちゃうか深谷もいかなくて出せねえよ頭から、うん、ちょっと恥ずかしい、恥ずかしちゃう、はい、本当に、うん、でも一番人気なんですかね。そうでしょ、2-7、はい、あ、1-7、はい、で、2-4、うん、どう？俺は杉森狙いたいですけどね。2-4、3番手から、はい、ひもは、野原と9番と、うん、まあ、深谷のまくり追い込みと町田にしようか、柏野にしようか、でも柏抜けてないんで町田ですかね。そうだな、はい、2-5は必要だろうな、はい、うん、まあこれはね、ちょっと、深谷がまあ後ろがね、深谷にもちょっと足がどうこうってやっぱもうほらこういう選手だからさ、はい、不安があるし松田に不安があるんでね、深谷が叩いちゃうときはハマっちゃう可能性も考えて、うん、俺は待ちだから、はい、どうなの石井ちゃん、どうなんだよ深谷が逃げちゃったらどうなんですか。そういうのみんな知りたがってるんです。行かない行かないって言ってる、だから逃げるとしたらどうやって逃げるかだ、まあ、前取っちゃったら逃げれないし当然、はい、まあ、逃げるとかましだから、石井が言ってたでしょ、松谷を連れて、もし後ろ攻め後ろ攻めたくなって逃げるでしょ。そうです、後ろ攻めんなって調子悪いって言ってても、後ろ攻めんなり番手だったらとかないんですかって言って松谷に、あれじゃないのこれさ、どこだっけ、どっかでさ、小原大輝、松谷のこと抜いちゃったことなかったっけ、あれどこだっけ、俺どっか見たよ小原大輝、ない、小原大輝、あれ小原じゃなかったっけ、松谷がさ、箱さん食っちゃったりしなかったっけ、どっかで、あれ鳥の最終日、鳥屋の最終日、全日本選抜、松谷の松谷鳥出のG1 最終見て、あ、食らってます、誰に食らってる、松谷、小原、そうだろ、はい、じゃあ小原で明日3番手、はい、そう、あの岡間、はい、あれ取り入れる時最終日、はい、小原面白いでしょ、小原面白いっすね、もう松谷はさ、もうほらやっぱり骨折上げでしょ、はい、で初日は誰のわけだけど、雄太のまくりにちょっと口開き気味だったよな、はい、俺は小原が面白いと思うよ、うん、どう、小原面白いですね、確かに逃げた場合ですね、逃げた場合ね、はい、いやそれあるでしょ、そうだよ、まあ、だからあるでしょって言ったって、まああれだよね、深谷が抑えてかける展開というのがちょっとレアな感じだもんな、はい、どうか、その町田蓋しながら行ったら面白いですよね、そうだから、もし後ろ攻めになっちゃって、はい、野原語りが前取って、はい、で後ろ攻めで蓋しながら
かけて、はい、で町田がかました時に逆にね、もしかしたらカシノにアクシデント発生、まあカシノも離れる線じゃないからね、うん、まあ深谷が逃げたら3番ってどうですか、小原。いやー面白いですね。あるでしょ。はい、さあこれです、7レース、あれ7レースだよね、そうそう、マスギ武藤君3パチ、和田まくる、和田健太郎2番5番ね、うん、小川、小川龍、小川龍ね、はい、渡辺哲夫496、新田に和田圭、さあこれも読みやすい、当たるかどうか別にして逃げるでしょ、はい、うん、で誰が真ん中取れますか、241、ここじゃないだろ、まくるじゃダメですか、なんかさ追い込み屋みたいだよな、初日も2日目もなんかもう全然踏んでこないで直線だけどこう中割ってきてさ、はい、まあちょっと明日はこだわるかもしれないな、ちゃんと、はい、こうなるか、いやこうじゃないのかな、まああんまり頭良くねえからみんなな、241もう買う理由がないな、うん、とりあえず、はい、おそらく一番一番人気だよ明日これ、はい、ね、俺は消しです、消しで、まくるのまくりも小川のまくりも明日は当然あるよ、はい、なんでかっていうと頑張ってるけど武藤君多分真後ろからまくるが迫ってきたら仕事ができない、はい、できない、小川慎太郎も3番手があれば勝負権ない、はい、これは、はい、だから真っ直ぐ逃げた場合は4か2の頭がいい、うん、和田まくるか小川慎太郎、はい、ただただやっぱり日々進化です、今日もねぶっかけすぎ、さっきも言ったけどぶっかけすぎです、ぶっかけすぎよ、だってあれも誰も来ないもん、はい、もう映像見るとね最終ホームのまあ4コーナーぐらいからも全開なの、はい、ちょっと早いな、早いこれからしたら、はい、で、あれ結局さ、神拓が抜けなかったけども、神山拓也からすれば、もう何回に1回かの、10回に1回じゃないけど、はい、そういうレベルの好展開でしょ、はいはい、あれなら抜いても仕方がないなって、うん、神山拓也の子が誰か来ちゃって、神山拓也が仕事やったりとかすると、拓也も足使って抜けないっていう想定だった、はい、俺はね。明日は、4も2も、ね、まあ、麻酔がかかっちゃってるっていうのが、ほら、皮膚感覚でさ、じゃあもし道中ね小川がさすごいこれかかりがいいなって言ったら出ないでしょ、はい、出ないです、じゃあちょっと遅めでいいやって、はい、そういうこともあるかな、はい、まあ明日はだってゆっくりかけれるもんね、はい、今日の反省を生かすだけで日々進化だけど、はい、今日の失敗を生かす、はい、でそこで結局はじゃあ押し切りマンの、はい、3、4、2、4がまくるか2がまくっちゃうか、うん、小川か和田まくるがまくっちゃうか、それか松井が押し切るか、新田はもう無条件で消し、俺はもう消せよ、うん、どうなんだ石井、相変わらずバカか、はい、何バカってどういうこと結構僕が推奨してるの来てるような気がするんですよね、メモ取っとけよこの野郎、タコ野郎、そんなこと言うの動画は残ってるんですから、動画見返すわ、うん、うるせえよお前、じゃあ今日帰ったらお前ちょっと全部やってみろよお前確かにあったの一回な、なんかどうでもいい石口の三着とか来ちゃってな、石口買ってないっていうあと森さんの頭とかのどうなの明日これ、7レースは新田が間違って6番手とか取っちゃうとかないっすか、それでも来ないんじゃない、いや僕なんか和田圭いいような気するんですよね、あ結構突っ込んで気がするじゃないよ、いいよ、はい、今日もすごかったね、9番手そうそう、はい、バックいいとこ見てるね、さすが最近勉強してたからあるじゃん、10秒6だったらやばい、すごい、やばいね、新田行けなくてもちょっと期待したいです僕は和田圭に、いやあるでしょ、はいね、新田がだからいいとこ取って進まれるときだな、そうっす、8番手は無理だよ明日、8番手だと無理だと思う、はい、一生推奨和田圭です、新田が行けないときね、これもう真っ過ぎだ、もうペシもう明日も真っ過ぎだ、もうね、さっき言ったように小川がまくってくる、和田まくるがまくってくる、3443、3223で和田まくるの後ろから和田健太郎ツッコミ3553、
当たり。当たりですね。当たりだよ。バカ、みんなバカなんだからお前ら全員。当たりだよ。これ決まりだろ。おぐりはいいんすか。乗ってた。いた、あれどこ乗ってんの。ああ、小川慎太郎しろ、はい。自分で言っちゃってるな。はい、珍しく、はい。もう普段だったら、まあ突き抜けてると、はい、うん、言ってる、うん。まあだからもうこれもね、オミット。まあ3着あんのかな。まあ俺無トーク入れたよ、3着。3パチってあんのかな、そのまんま。相当強いっすよね。うん、嘘の3パチっていう言葉があるけど、はい、まあどこまでね、これ、そうだな。配当次第、うん、そう3パチ、はい。うん、まあ、10倍切ることないだろうな。15のかんの。今出るオッズ、3パチ。18.4 っすよ。まあ、下がっても4、500円だな。はい、13が一番人気っす。ニッタ？はい。マスギ。ニッタマスギ。いいよ。ニッタ。もう、明日でさ、もう、明日負けてね、あ、やっぱもう、今きついなっていう方向でお願いしたいね。はい。あ、なんかニッタのね、あのね、リコーブルとかやるのよ、うん、分かる、インタビューとかめっちゃ長いじゃん、ネットの談話とか、はい、おめえ何分喋ってんだ一人でみたいなさ、聞いてねえよ誰もおめえの話なんだって。俺はもうそういうのが嫌なの、リコーブって。リコーじゃないんだからだって、うん、リコーだったらあんな教室やんないよ毎回。いや、やんないっす。あるね、福島の追い込み屋が俺の前で言ったことあるよ、はい、その選手がね、ある外国人選手についてった、はい、国際経験で、はい、言ったんだよ、よくついてたね、はい、ね、って言った。その選手が、外国人選手は準決勝までは後ろを面倒見るんですよ、はい、そうやって教わってるんです、競輪、はい、知らないの言っただけですよって福島の選手が言った、本当に、はい、名前伏せるよ、はい、俺はこれ嘘つかない、絶対に、はいはい、もう不機嫌そうな顔して言っただけですよ、競輪知らないの。いや、そういう選手なんだよ、はい、だって同県の選手が言わないよ、はい、そんなこと、うん、言わない言わない、はい、うん、まあね、名前を伏せますけど、こういうことは本当に俺はね、嘘つかないんでね、まあ、車検の参考にはなりませんけど、俺は明日麻酔から、はい、10レース、準決勝さあ、石原原田、松浦、461、神奈川に山田洋平、園田、395、7番、2番、三谷に東内、野田源が短期です。どう、石原強いっすね、抜群ですね、強いで、はい、G1 の二次予選で逃げて勝てれば本物です、はい、で、明日はさ、まあこれだ、難しいな、これが今落ち目だろ、うん、原田が、はい、今日もさ、志願の前回り松浦にね、何もしないよ、はい、うん、これがちょっと落ち目だから嫌なんだよ、うん、黙ってで、石原が逃げて、番手まくり原田で、はい、松浦って、どう？ないです。番手から出れるんですかね。まあ、まあ石原強すぎるだけで、ね、はい、もっこもこになったりとかすると来ちゃうよな、はい、レース戦。で、松浦もちょっと戸惑ってんじゃない、はい、書いてある、そんなこと、コメントでもね、はい。ちょっと書いてあるぞ、コメント、松浦。あとね、意外な番組だった。はい、意外な番組で嫌なんだよ、はい、意外っていうことが嫌なの、はい、ね、だからこれは本当に絵に描いたような展開、はい、逃げる石原、番手から原田が出る、まくった松浦、3番手から強襲っていうのを考えるか、はい、まあこの動きだよな、うん、まあ癖が悪いって癖が悪いな、はい、3番手飛びつくっていうね、はい、今日で3月のダービーの準決勝は新井隆弘引っ張ってる、はい、ね、もし今日、あ、明日ね、これ一車で迫っちゃう、叩きに行っちゃったら一発きれいに決まる、うん、調子いいな、調子いいです、今日行けなかったですけど、途中までのスピードエグいっす、ね、8番手から優秀戦だよね今日、はい、もうお休みしてもいいだけだよ、はい、お休みたらまあどうせ負けられないんだから、はい、ね、でまあお休みって言ってもほら何もしなきゃいけないから、まあちょっと前が詰まるのを見て、はい、詰まってから体力が短くなってから行くっていいと思う、はい、でも自分で言ったじゃん、はいはい、
評価したいね、はい、いい選手だな、うん、アイドルと不倫してね、はい、皆さんそれも関係ないでしょ、別に慰謝料1億円請求されて本当なのかな神さんに本当でも嘘じゃなかったら出てこないもん、はい、あ本当な、本当じゃなかったら出てこないもんじゃないしな、はい、やっと来たよ復活だ、うん、さあ神奈川次第だよね、そうっす、砂漠からレース、はい、じゃあ自分が勝つ気をせやろうと思えば三谷もあんまり 3,4 が戦う展開待ってると気づけばこうなっちゃう、はい、神奈川で石原まくれんのかな、今日3番手取って番手香川がへこんで2着 か、はい、だから石原の強さを神奈川今日は肌で感じてるはずやん、はいはい、っていうことはまくりに持ち込んでも勝てないと思えば叩きにいっちゃうのまんの、うん、であれだよね、うまくないから番手のレースそんなに腹だもん、はい、まあ石原につながって461逃げようとして3が迫ってきて早めに金が来ちゃうと何もできないと行かれちゃう可能性があるのかな、はい、石原も少し流してるとな、でもしこれ道中さ金がいいとこに連れてってくれたらようやく行くんじゃないの、はい、自分だけ、はい、今日荒井隆弘が言ったな、何でしたっけ傭兵、傭兵のレース、あのねやっぱね気が強いなと思ったよ、野原と宮本でしょ三部戦、はい、で傭兵がこの中で一番強いからって、はい、まあ確かにほら宮本はディザイアじゃない、はい、で野原もルトビジだけども基本ディザイアじゃない、はい、まあそれだけ自信を持って今高弘の口から傭兵が一番強いってね、はい、言わせることができる、神奈川がいいところに持ってったら来るよ、まあこれ並んじゃったらさ、はい、何もできねえじゃん、はい、してこの辺さバーンぶっ壊れてさいなくなるとかね、はい、で松浦だけでもやり食ってくる、うん、9号5期の1、はい、3人とか面白いね、はい、ソロナも展開は違かったけども来たな、はい、今日来ました、調子がいい車やっぱり追っかけたといいことあるね、はい、うん、いいお出来は、うん、うん、だ神奈川が鍵を握るよな、でもちろんあるよ、はい、飛びつき、はい、秒殺だよお前原田なんか、お前らでも勝てるよ勝てる、楽勝だよ、俺でも勝てるよ、勝てねえよバカや勝てない、どうなのこれ、あるでしょ横、はい、あるんだ、で今日もやったじゃん3番手、あ今日番手が合わなかったかタイミング、はい、ちょっと宝一発でこれやっちゃうと対等してるな、はい、でここだけもつれてちょっと、はい、1と9だけ喧嘩になっておかしくなって、うわー3、7、7、3だよとかさ、結局松浦が、ね、篠井3、1とかね、はい、俺かながあると思う、俺は飛びつけば全員あると思うんですけど、三谷もやるような可能性な、三谷やるんで、はい、三谷が原田をやればそれはそれでまあ目の前にねお金がぶら下がってるってことですよ、ほんとこんだけ強い石原見てて何もしないわけよ、原田だったら絶対狙いに行きますけどね、そうでしょ、はい、いいよねやっちゃえば、はい、もう関係ないですよね、純潔なんで、どう編集長、いや松浦でいいと思ってましたけどちょっと聞いてたら悩んでますね、ださっきも言ったけどやっぱ競輪ってさやっぱあの足だけじゃなくてリズムがあるじゃないですか、うん、調子の良し悪しもあるでしょ、はい、でくすぶってる時期ってくすぶっても何やってもうまくいけないの、選手も、はい、お客もそうでしょ、はい、調子悪い時にさ絶対これだと思って買うと選手が全く違う動きをするっていうね、はい、まあそういうのにバイオリズムっていうの俺よく英語わかんないんだけど、俺はねもうこれだよ、これもおっぺしだよ、今日みたいにここしかねえだろお前、ここだよ本当に、さあまずはね、まあ何にしても原田がおかしくなっても松浦は頭いいでしょ、はい、当てにしないと思う、そんなに、はい、うん、石原強いけど、まあ、仕方がなく間入れてるわけよ、はい、今日前回ってれば、はい、松浦が前回ってれば自信を持ってごめんな健太郎って言えるんだけど、はい、まあ、そこは経理の難しいとこ、はい、まあこれでもねこいつやべえな原田ちょっとおかしくなったら自分で動こうっていうのがあれば迫ってくる、うん、みたいに取り返し、はい、あとは神奈川が叩きに行く石原を、石原を緩めてる時にもし神奈川行っちゃう時の傭兵、うん、あるいは神奈川行けずでも
傭兵が自分で、まあ、原田を、ね、横並んだらさばいたりとかね、金が捨てて槍振ってくるって、はい、7番9番折り返しで調子がいいからそのだ、これも理屈じゃない、はい、もう展開がおかしくなってもう金がと例えば石原が揉めてね、あるいは金が飛びついたりしてごちゃごちゃになってそのだけ槍振ってくる展開を考えてまくり7番5番折り返し、どういし三谷どうなんですか、番手ゴールゴールでしょ、行きます、いやそれはもうほら絶対にそこしか狙ってないっていうわけじゃないと思うけども、はい、でもほら例えばじゃあさ、ジャンでジャン前ぐらいに三谷が前にいて、はい、もしだよ石原がさ舐めた押さえ方はしないと思うけども、ちょっとこう、はい、スーッとゆっくりめに飛びつけるぐらいのスピードで上がってきちゃったらやるよね、うん、やっちゃう、だってやっぱりほら、はい、前回は石原と鳥でも一緒でしょ、はい、見たり純潔見てるよ、はい、石原が逃げて拓也がやっと通りだまくり、はい、あれ見てればやっぱりね選手も考えるよ、うん、でほら意外とクレーバーなはずだからもともと見たりはね、うん、俊介は見たりですかね、足見てる感じは一番良さそうなんで、うん、ただ番手に行くのかなって、誰が行くのか、流れだよ流れ、はい、神奈川の流れ、はい、もう残りジャンス席に前にいて、石原がかましてきたらやるしかないでしょ、はい、やるしかない、もう紐が難しいっすね、まあ手広く行こう、はい、手広く純潔さね、はい、これは7から9、5、1よし、11です、あ、9レースはね難しすぎるからやりました、はい単純に、はい、小松崎、佐藤慎太郎、渡辺幸典、278、宿口平原君に木暮れ195、酒井を天海に神山拓也、年中連携してる監督が別だ、はい、誰が逃げる、教えてくれよ、早く正しいことは言え、それですよ、そんなのみんな分かんないですよ、小松崎です、押し出されて小松崎、はい、あ、慎太郎いるしな、宿口前なんて、ああそうっすね、うん、でもまあ小松崎、果たして志願の前回り宿口がね、はい、それを飲み込んだ平良浩太が、はい、宿口先行期待するの、はい、する、いや、俺しない、俺はしないですね、いやー、うん、だって言えないよな、はい、逃げろとも言えないし、はい、でグランプリだって勝てなかったけど前でまあ故障が楽勝だけどあれ死闘だよね、はい、あれはある意味、はい、故障がまあ修羅のごとく行ってしまって、はい、宿口は宿口なりにもう気持ち込めて追ってるわけですよ、はい、でも生きんない、はい、まあ編集長言うように迷惑なのは先行だよね、はい、守りきんない、うん、で番手まくりしたらまたおかしくなっちゃうよ、はい、そうなんか、そうですね、これなんかバカ書きしちゃったら本当救いようがないなって感じ、うん、ね、宿口の逃げじゃ持たないしね、で番手まくりじゃ今のキルじゃ勝てないし、うん、誰か積んだレースになっちゃうよな、で酒井とか、まあ、小松崎はほら慎太郎が後ろだけど、まくりなら勝ち目あんのかな、うん、まあ酒井がまくりの時じゃ小松井が逃げてんのか、でもあれだな、ちょっと怖いんだよな、勝つレースの時、うん、まくり、はい、今日もだってさ吉田駅追わないじゃん、はい、冷静でしょ、はい、あの辺、はい、普通はさ釈迦力になってついてっちゃうよ、はい、よーしってもうちゃんと釈迦開けて慎太郎の真横を涼しくねスーッと通り過ぎていく、上がり11秒0、はい、うん、だ小松崎が逃げてまあ道中足を使わなければって言ってもまあ車番的に不利なのは下、まあ天海がめちゃくちゃ前との早いな、はい、スタートえげつないっすね、だ前受けとかしちゃってまあ三部戦で前受けしてまあ頭使ってくればこっち逃がしてこうなっちゃうのか、まあでも宿口も平良浩太がつく以上はこっから
多少なりとも早めのまくりっていうのを心がけた場合だよ、はい、列が詰まると来るかもしれないな、明日本当に、はい、大きいだね、ここだよ、うん、酒井、はい、初手前取っても一か八か、まあ前受けは一か八かだよ、うん、小松崎が言った今日ね、はい、前取って一か八かだった、はい、で下げて雄太が谷口を叩きに行くと、ちょっともう少し踏み合いみたくなるわけ、はい、雄太と谷口で、はい、そこをすかさずかましたっていうね、はい、まあここしかないタイミング、うん、だから前受けして7番手の可能性あるけど、宿口が早めに中段からまくってて列が短くなったところを小松崎を足場に慎太郎が追い込む、うん、宿口を足場にプリンス平良が抜け出す、そこに酒井だけ、はい、やばいな4774494、ありますよこれは、はい、ただね作新学院ですよ全員違うの、そうだろ、生貝もそうだろ、生貝そうっす、神田もそうじゃん、はい、まあ、そんなこと言ったってね全然長島連れて、はい、磯田連れて行かなかったよね、行かなかったです、はい、まあでもまあなんか神田くん言ったでしょ、ブツブツ、うん、ブツブツ言ってましたね、なんつったの、まあ本来は僕、本来俺が2番手でもいいんだから、まあ天貝くんにはその辺考えてもらってこうねっていうことは、じゃあこうなるで、天貝に考えてもらってっていうことは、案に酒井に行けよと、うん、行った時は出ろよと、はい、いうことだね、はい、うん、まあそれもあるかもしれない明日はな、うんうん、まあタイトルホルダーではないけども、まあもう栃木では物申せるんじゃない、拓也も、そうですね、だ小松崎か酒井一緒に逃げるの、はい、俺言ってね、調子いいよって、はい、天貝、はい、うん、酒井が逃げたら待て待てか、酒井がスピードがあるから面白いな、はい、思い切って酒井がまくっちゃうのは穴目でいいけども、はい、天貝の抜け出しは酒井が明日栃木の先頭で風を切って逃げるとき、うん、で酒井のスピードがない、酒井弱いんだったら天貝もきついけど、はい、酒井がいいとこまで持ってってくれば、まあ、かましないんだよ本当は、だからな、はい、かましいっすよね、行くの初手真ん中、はい、でケツのラインが切ったところボーンと一発食らわして、はい、ちょっとあっちの方行っちゃって、はい、っていうところで、宿口の失敗というのは、まあ、7番手か、はい、まああれだな、中段があればもちろん勝負権だな、うん、宿口が中段で、まあ、例えばじゃあこうさっき言ったように宿口がまくりに行く、慎太郎に通してもらえないだろうな、いや無理だと思いますね、ああ慎太郎も嫌だな、はい、やんの、はい、連携してるしな、はい、二人と、はい、まあ宿口がいいとことって一社も出ないんじゃ平原こともきついけども、宿口がそう出してくれれば、はい、まあしっかり勝ち切るかな、うんうん、小松崎もな、でも今日のはまあ本当ドンピシャすぎたな、うん、まあもちろんね、 G1 の決勝も乗ってるから強いんだけども、うん、いまいちなんかこの小松崎の実力、はい、本当どこまで強いのかってなんかちょっと掴めないところがあるんだけど、ね、まあ時にスケールがでかいレースを突然やるっていうのは分かってるんだけど、はい、小松崎の先行なのかな、まあこのメンツだからね、はい、よく慎太郎が言ってんじゃん G3 でさ、はい、G3 とか記念でね、誰も東北にいないとさ小松崎ぐらいは用意してほしかったってかね冗談で言うんだよ、はい、慎太郎が、はい、こういうところで一緒になるんだな、うん、小松崎が逃げたら慎太郎どうですか、出来は編集長、慎太郎の出来は、うん、どうなの、あんまり測れないよね、ちょっと今回初日はほら展開恵まれず、はい、今日もなんかほら酒井のとこ少し空振りじゃないけど、なんかこうバチーンってもっと食らわしてもよかったんだけど、うん、酒井のスピードが良かったんかな、はい、あんまり良くはない感じしますけどね、前回も準決外したんだよな、はい、珍しく発着準決、前回はひどい番組しか組んでもらってない、最終日だけは恵まれた頭、はい、吉田ゆきで、その前が
二重戦と準決が佐賀だったんで。そうだな、はい、これだ、いろいろ喋って結局ここよっていうオチです。平良豪太を誰よりも応援してます、基本的には。はい、これやっぱり宿口が俺も一緒、編集長と逃げない、逃げたら狂うよ、うん、絶対に。これはだから逃げないで4番手を取って、まあまくり切っちゃうとまためんどくせえんだよな、91かよ95かよってあんのかな、まくり切れない、うん、切れないな、うん、堺の逃げちゃまくっちゃう今無理だな、うん、まあ基本小松崎が逃げる展開だったら慎太郎が止める、はい、うん、堺が調子いいから堺が逃げたら番手まくりをする甘貝、うん、宿口行けず、はい、プリンス平突っ込んでくる9669、逃げる小松崎、慎太郎が宿口を止めるね、止まっちゃった宿口の後ろから平良豪太9779ね。あとはこれ小松崎、あ、はいはい、まあもしかしたらさ、はい、鉄壁のガードに守られるかもしれない、はいはい、明日東北家だろ、誰も10あれ9列いたわけか、家じゃない、カズナリじゃない、あ、そうカズナリがいいのか。まあ9229っていうのはまあちょっとね、あんのかよというケースだけども、まあ例えばもう一回説明させてください。逃げます、堺番手から出ます、甘貝で宿口が早めにまくってくる、で列が詰まる、そこを7番手の小松崎が来る、大外急に、はい、逃げます、もしかしたら慎太郎がここでブロックをする、宿口をね、宿口を止めて、で宿口がおかしくなって慎太郎が使っちゃって抜けずの2球、まあ、ちょっと特別な展開なんだけども、はい、穴目でね小松崎を見て、コータ、はい、どう俊介さんどうなの。いや俺は酒井から狙いますね、このレースは。まくり、はい、まあ、逃げない、まくりかかましです。こんだけ神山武にプレッシャーかけられても逃げない、はい、さんざん裏切られてきたんで。まあ太いのは太いよね、はい、確かに。もうかましだったら普通に残るまであるかなと思うんですけど、でも一周かませちゃうときはさ、どうなの、甘貝までもし繋がってきたら、はい、甘貝の狙いの勝つの。甘貝勝つと思います。甘貝絶対離れないし、横もできるんで、うん、宿口のまくりなんか止めれそうだしって思っちゃうと、どこから行くか4から行くか迷ってるんですけど、まくりの場合もあるんで4から行こうかなと思ってるんですけど、やっぱりリスクだよね、はい、明日は逃がされる可能性も、俺は小松崎の坂が 50-50 なんで、はい、だそうなってくるとちょっとね、はい、リスクは逃げられたり攻められないから。そうっすね。おリトルリーグ1位どうなんだよ。リトル1位、いや僕平原さんですかね。お、どこ行く。平原さんから慎太郎、あとまくり追い込んでくる坂行きたいです。9四桂か、うん、まあ、9、まあ、9王っていうのもあるんですか、まあ、いやちょっと嫌だな、気切れな、はい、ちょっと勝ったるよ、はい、ああやっぱもうそのなんだろうな、これ俺の持論なんですけど、諸橋とアンドリーガチャガチャやってあれ結局謝っちゃったでしょ、キクレが。そうっす、はい、ね、なんか乗ってましたね。まあだからそういう選手を追っかけたくないよな、はい、もうなんていうの、落ち目のサンドガスじゃないけど、まあ、ちょっとなんかもう旬じゃねえかなっていう、うん、はい、11月あったんだよな去年門の前で。まだやるでしょう、もちろんです。いい顔してるな、はい、顔は、はい、優しくてさ、はい、本田純平と2人、はい、最高だよ、はい、本当にパッて俺を見つけて、高尾さんもいて、はい、純平バーッと走ってきて、キューレ君水持ってきて、はい、飲んでください。そんな選手いないよ、はい、なかなか、はい、水くれよ本当にいやマジでね、いい選手なんでね。俺がね11年前震災の時にね、仕事がない時に群馬の選手会が募金活動やる高崎で、はい、俺行ったんだよ、はい、暇だから、はい、その時初めて会ったの、はい、それまだ覚えてるから、はい、その時俺の顔まだ覚えてるんだよ、はい、お久しぶりです必ず言うから、はい、最高、
いつも言うけど、はい、単純じゃん俺ら、はい、よくしてくれる人を好きになっちゃうんだよ、はいはい、そうだろ、はい、間違いないです。よくしてくれればすぐ好きになっちゃう、はい、そんなもんすよね。そうだろ、はい、お前もそうだろ。そうですね、みんなそうだよ、バカなんだから全員な、バカバカしかいねえよ俺の周りどうなんだ編集長、明日この紙タクから行きたいの。紙タクからですね。カマス酒井を早めのワンテンマクで甘がり。万幕の人好きじゃない結構、うん、そういう印象あるけどでもね、今日あんだけ麻酔を軽く抜いてるってことは麻酔がぶっかけすぎのところあるけど、まあ調子いいでしょ、うん、多分 みんな歩くじゃないですかね。歩く歩く、山口かましちゃうってないですか。まあそれももちろんあると思うよ。だったらじゃあ勝負どこで外へそ食っちゃうとか、うん、で間違って7番手で行くしかないじゃん、うん、まあ、かましならある程度持てば、だから後ろから変な風に逃げられちゃったりとかすると、うん、うすもうダメ、はい、俺はもう宿口が逃げないで戦い抜いて力尽きて、そこからエース平原が伸びるっていうところです。最終は12です。岡崎古生に神田京都一生417、6番3番谷口に浅井光太京都一生63、82は山田秀に新井隆弘8番2番ね、太田香川95と、さっきも言ったけどもう本当にね、あのね、こういう選手がいるから競輪難しいんだよ。もうそこだと思う答えは。どうもの先輩でしょ、練習仲間、どうもかどうか知らんけど、で浅井はさっきも言ったけど、よっかいシンボルでしょ、はい、シンボル背負っていかない、どうなってんだよマジで。またなんかイライラしてきたよ本当に勝ち上がり関係ないです。そうだろ、そこなんだよ、はい、じゃああれが準決だったら、はい、俺も乗りたい決勝、はい、それは分かるよくで、はいはい、昨日ね今日ぐらい行けよタコ、はい、この野郎って話になるでしょ、うん、はいはい、で昨日ああいうねグズレースやってて、明日、はい、どうなんだよこれ、行くのか浅井連れて。いや行かない。四日市、三重のシンボルだよ、象徴、はい、ね、輝いてるよまだ俺からしたら、はい、最高の選手だよ、はい、もうあのプロレス心があって遊び心があって、はい、こっちもたけてね、はい、行けよタコって話だよ。どうすんだ、行くのか。もうなんでこの選手にタコって言ってるかわかんないんで。まあ怖いっす。流れから言ったら行くんだよ、はい、今日行ってないじゃん、はい、で明日違うことやって、お前なんで昨日行かなかったのって、はい、そういう流れ、はい、2日間はさすがにね浅井をはめないよ、はい、俺が思うに、はい、だからこれは踏み合う展開は十分だと思うな、うん、で明日もズブズブバカ売れです、はい、今日500円だよ、はい、松浦がいて、はい、誰がいたなと、ツーラがいて、浅井もいました、ね、原田もいます、三谷もいます、うん、ズブズブ神田康介って F1 選手だぜ、はい、まあ、地元だから売れるんだろうな、はい、ってもあるけど、さあこれはね、岡崎は昨日も言ったね、古生と乗れることがもう嬉しいようなこと言ってたな、はい、で明日も書いてあるぞ、古生君は地元のスターで競輪界のスター、先輩だな、はい、先輩がこういうレースやのにこのガキはどうなんだよ明日、はい、6番もし気持ちを入れ替えて、はい、6と4、谷口と岡崎でやればどっち選ぶんだ、六角両者、山田秀なのか太田なのか。いや山田秀じゃないですか。でも山田秀がまくっちゃったらさ抜いちゃうじゃん、はい、ロングまくりだったら、はい、まくり横見たくなったら山田の方が守ると思うよ、はい、8、7、8、はい、はい、はい、ただごちゃごちゃのとこに早めにまくっちゃったら綺麗に2八で、うん、でいるとやだな、いたらもう垂れちゃって2球になっちゃう、はいはい、展開だけで勝ち上がり、はい、今日もそうでしょ、はい、調子よかったら頭ですよ、はい、2着か太田、うん、俺はもつれた場合は山田秀のまくりに乗ってここだと思う、うん、はい、調子いいな、はい、やばいっすね、まあもうね10年以上前だね、タイトルの1個2個取っててもおかしくない時あったの、うん、知らないと思うけど、うん、1回あったな、スピードチャンネルの特番で井上茂さんがこうアレンジ行ってね、はい、何時に起きんの、
10時過ぎです、はい、遅いよって井上さんに、はい、昔の映像が磨いてきた、はい、ダメだよもっと早く起きなきゃって、はいはい、練習があんま好きじゃないって噂も聞いたことあるな、うん、なんか言ってましたね、うん、さあでもね混戦は山田まくって、はい、荒井、はい、で山田秀の勝ち目は6逃がす4逃がしてもう測ったかのようなまくり追い込みがどこまでね足があるか分かんないけども遅い仕掛けだね、うん、でここはもうだからもう展開だ、はい、例えばこうやり合った時に6-4山田秀がちょっとこう打ち潜っちゃって仕掛けられないところをドーンと一発食らわして調子悪くてももつれがあるからまくっちゃったで、はい、山田がへこんじゃう、はい、谷口だよ、うん、どうすんの編集長谷口明日谷口まあでもどっちにしても早めですよね逃げる逃げないにしてもさすがにねさすがにこれ本当に早掛けにはなると思いますけどねさすがにだよ本当ね今日はね俺からしたらねはめるって言葉があるけど、うん、まさしくその通りでしょ浅井をはめたんだよ谷口は、はい、自分のねまさにね若い衆にね寝首をかかれたようなもんですよ、うん、俺からしたら、うん、まあでもね俺浅井好きなんだよ本当に平良孝太も好きだけど、はい、浅井も好きで村上も好き結局ミーハーじゃんっていうことをたまに言われますまあね応援してる選手はいっぱいいるんだけど好きだよ浅井かっこいいでしょ、うん、そうっすねまあよそやがさかっこいいとかなんとかっつって選手を好きになっちゃいけないかもしれないけど俺も一応競輪ファンなんでねその辺はちょっと分かっていただければどうでしょう明日これ最終決着つけろお前本当に、うん、いやもう故障でいいと思いますよじゃあやりやねんか谷口と岡崎に、うん、やりやないですまたはめんの浅井を、うん、また4番手、うん、4番手取って、まあ、ちょっと早めに行くんじゃないですかじゃあもしさ明日さこれさ、はい、谷口がさ、はい、また4番手ってさ明日176が出たらさお前坊主にしろよ企画絶対しないですなんでしないですこんな野郎こだわってるんですよお前よ、全盛期の佐竹みたいな頭しやがってこの野郎佐竹だよ、バカ、K1 の弱い佐竹お前、小川に秒殺だよ、バカ、お前佐竹野郎じゃあ、いいんだな、故障でうん、故障でいいと思います暇は暇はあ、谷口、まあ、いいとこ取ってもちょっと行くと思うんで浅井うんまあ、あと荒井うんそのまま寒暖もあるんすかねあるな17っていうのもこれやっぱ、はい、東西分かれてるからね、はい、東西分かれてない準決だったらないんだよ普通に、はい、あるな17はい俺はこれ一緒だまあまあね結局さっき言ったように谷口次第バッチリ岡崎谷口横並びしちゃってやり合ったら本当にまくっちゃうよ、はい、9か8の近くが、はいそうすると9がまくれば9の頭さすがに香川食えない、はい、山田秀がまくったら荒井が頭、はい、でも横並びする中でも古性はやっぱり最後やりくってくるよな、はい、6-3でね俺やっぱね岡崎も調子いいんだけど持ってるものは谷口の方が上のような気がするうん叩いちゃう、はい、6が実は先行、はい、で6-3生かして1スイッチ古性1-3-3-1、うん、俺これが一番買い目それになりますね、うん、一番なんで真ん中なのまあいっか1-3-3-1ね、はい、あとは山田秀が遅めに大外教習、うん、もし荒井を連れてこなかったら大変配当1-8-8-1、うん、裏はいっか基本は、うん、抑えてないほんとビビたるもんで、はい、あとは山田秀がもしね4-6で大先行争い、うん、アクシデント発生8-2でバコンまくって故障スイッチ、うん、2-1-2当たるこれはうん、うん、よし、うん、どうだ編集長僕それ故障じゃなくて太田龍馬にしたあと一緒ですね感性がやっぱあれだなちょっと斜めなんだよなそうだから9-2、9-3、9-8ですねその本当にやり合っちゃうとあるんだよね9-8ってのはまず9-5でまくっちゃったけど香川がおかしくて8だけスーってしちゃってあーっていうね
まあつくよな、まあ通なお客さんって気づいてるから、お楽しみに、うん、しゅうすけ、いやもうどうやっても故障な気しますけどね。まあだからどこまで4と6でデッドいい人なのかだよね、はい、やり合うかどうか、はい、先行争いになるかどうかっていう、それだけでしょ、はい、なったとして谷口出ても3番手に4岡崎ですもんねってなっちゃうと、うん、故障もそこから切り替えていくんじゃないですか。やっぱ1331がメインにはなってくるんですけど ね。で417で先行で6いけずでも、もう捨ててさ、ここにいて明日は1社ぐらい抜いてください。はいはい、マジで17勘弁だよ、うん、もうこの大舞台でね、はい、神田も地元だから頑張るかもしれんけど、はい、17勘弁で1試合故障からな。はい、よしね、一応準決は2着まででしょ、権利、はい、基本狙って3着が1人、はい、まあ、決勝がすごいデッドヒートになりそうだな、うん、もう割れるよ、はい、俺らの腕の見せ所で決勝は、はい、はい、今日は早い時間に、そうでもねえか、まあまあだな、まあまあ、うん、はい、まあまあ、長い時間今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。一生懸命明日も一日大宮競技場で働いて夜またやりますよ、明日は決勝戦の展望です。ぜひ皆さん期待してください。チャンネル登録、ぜひ、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。